フリー。フリー、フリー。本名マイケル・ピーター・ボールゼリー。1962年10月16日隊は、オーストラリアのメルボルン郊外バーウト出身のベーシスト、俳優。レッドホットチリペッパーズのオリジナルメンバーの一人。身長168センチメートルと小柄だが、左手の握力は120ポンドあると言われている。ベースの技量は非常に高く、 オールミュージックガイドにおいて史上最も才能豊かなロックベーシストの一人と評されている。速さと音圧を重視した独特のスラップ奏法やデビュー当時は狂気とも取れるエネルギーの爆発と批評されたクレイジーで激しいステージングは彼の代名詞となっている。またそのユーモアあふれるキャラクターも人気が高く彼をリスペクトするベーシストは数えきれない。フリー、フリーとは のみのことであり、跳ねまくる彼のパフォーマンスに由来している。2009年、全米最大の楽器ショーと呼ばれる、ナムにおいて、自身のプロデュースによるブランドである、フリーバスを発表した。たくさんのキッズに音楽に触れてほしいとの本人の意向を踏まえ、初心者にも求めやすい低価格と、音質の良さを求めたブランドとして注目されている。34インチ、ロングスケールと30インチ、 ショートスケールが製品ラインナップに上がっている。マイケル・ピーター・バルザリー以下、フリーはオーストラリアの平凡な家庭で育った。しかし、10分の仕事の都合でニューヨークに転居して、4年後の1972年、母がジャズミュージシャンと恋に落ち、両親は離婚してしまう。母はそのミュージシャンと再婚し、実母と系譜、実子の4人で、 ロサンゼルスへ今日移した。フリーは幼い頃から音楽に熱中しており、ドラムを叩いていた。父もまた、週末ごとにジャムセッションを行う生活で、フリーもそのような音楽に囲まれた環境で育っていった。そうした中、9歳の頃に吹き始めたトランペットは、あっという間に上達していき、ロサンゼルスジュニアフィルハーモニックオーケストラに所属するとともに、 11歳になる頃には、父とジャムセッションができるほどの腕前になっていた。高校生になるまでは、ロックには全く興味がなく、ただ、父のようなジャズミュージシャンになりたがっていた。しかし、人生は大きく変わっていく。幼少期をオーストラリアで過ごしたフリーは、鉛が抜けず、ロサンゼルスのフェアファックス高校時代は、それが原因で、同級生からいじめを受けていたが、その中で、 アンソニー・キーリスやヒレル・スロバクと親友になり、音楽的なつながりはもちろん、麻薬パーティーなども行うようになっていった。その一方で、トランペットの腕前は上がっていき、フェアファックススクール・オーケストラでは、主席トランペットを務めるまでになっていた。やがて、スロバクから、ロックミュージックを教えられると、だんだんトレッド・チェッペリンやキッス、クイーン、ジミ・ヘンドリックスらへ、 関心は移っていった。そして、スロバクとジャック・アイアンズが在籍していたバンドアンソムはバンドに引き入れるための素養のあるベーシストを育てるべくフリーをバンドに誘った。ベースの腕はスロバクらの指導と転生の音楽的才能ですぐに上達していった。これにより音楽性の上がったアンソムは名を上げていき、クラブツアーをするようになっていった。やがて、 そのテクニックからベーシストとして名を馳せるようになり、パンクロックバンド、フィアのオーディションを1981年に受けてメンバーになった。また、ジョン・ライドンの勧誘で、パブリック、イメージ・リミテッドとジャムを行うが、こちらのバンドは加入を断った。そして1983年に、フリーとキーディス、スロバク、アイアンズの4人の一度きりのバンド企画が持ち上がった。 しかし、破天荒なライブが好評だったため、一度きりでは終わらず、レッドホットチリペッパーズとして活動を開始する。フリーはフィアを脱退して、チリペッパーズに専念、半年後に EMI とレコード契約するに至った。他のアーティストからも信頼が厚く、ゲスト参加も多い。ミック・ジャガーのワンダーリング・スピリット、1993年にアディ、ティ・コンスト・マーズ・ボルタ。 アラニス・モリセットらのアルバムに参加している。また、そのキャラクターや人脈から、元は俳優志向だったアンソニーやチャド・スミスよりも多くの映画出演している。バイザーウェイ制作の際は、ジョンとの対立により、本気で脱退を考えたと、ステーディアム・アーケーディアム発表後のインタビューで語っているが、現在はお互い尊重し合って、最大限の主張をできる境地に至ったとのこと。 ちなみに、フリーの二人目の娘の名付け親は、ジョンである。スラップ、給付を多用するファンク的アプローチと、高速でベースを弾き激しいステージングを行う、パンク的アプローチを混ぜた、いわゆるミクスチャーロックベーシストのパイオニア。スラップ双方をロックに持ち込んだ人物の一人である。スラップのモーションは、ファンク、フュージョン系ベーシストに多い、いわゆる、親指上向きのものとは違い。 腰を下向きにして、横の回転運動で叩くように行う。プルは、人差し指ではなく、中指で行う。代名詞であるクレイジーなステージングは、初期から変わっていない。また、トランペット奏者としても高い技術を持っており、レコーディングや、ライブなどでも披露している。スラップ奏法を多用して、バンドをリードする役割を担う。基本的にほぼ、指引きである。 若い頃は高度な技術を惜しげもなく披露している。フォースアルバム母乳までのチリペッパーズの楽曲は、ほとんどがベースラインを中心に構成されており、そもそもバンドの結成理由が、アンソニーのラップとフリーのベースラインのマッチングが噛みて、いったことに起因することも含め、まさにバンドの核といえる存在だった。ブラッド・シュガー・セックス・マジックでは、手数の多いパンクメタル要素を意図的に回避し、 休符を生かすような重みがあって、さらにファンキーなプレイを試行しているため、スラップを多くの曲で最小限に止め、それまでのスタイルとはまた違ったプレイを見せている映像作品、ファンクモンクスでは、その心境の変化をフリー自身が語っている。ギタリストジョン・フルシアンテの活躍が目覚ましくなり、メロディー路線に徐々に移行していった後期以降は、 これまでの高速スラッププレイというより、歌ワンベーシストのようなコードのツボを抑えて、メロディーを生かすプレイが多くなっている。長尺ソロを取る楽曲が多い、ワンホットミニット、集大成的作品である、ステーディアム・アーケーディアムなどでは、以前のようなスラッププレイを多用した楽曲もいくつか、見られる。また、指引きでなく、ピック引きのニュアンスを生かした楽曲も増えてきている。I'm with You では、 ピアノも演奏している。同じことを繰り返して成長しないというのは絶対に嫌だね。人間として成長すれば音楽も成長し、そして変化する。俺たちは成長したい、変化したいっていつでも思ってる。それが最も重要なことさ。2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、レッドホットチリペッパーズとして民主党のバーニー・サンダースを支持した。 ドナルド・トランプについては次のように語っている。また、ドナルド・トランプの移民とテロに関する物議を醸したコメントはメディア受けを狙ったものだろうと考えており、次のように語っている。一部の作品にはトランペット奏者として参加。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。